昨日友人たちが女友達の出産祝いに東京から鹿児島から彼女の実家の岡山市岩瀬に集まった。そのうちの東京から駆けつけた一人は、あんなに子供を産むか産むまいか悩んだ女性の背中を自分は見たことがない。そのようにして生まれた子供だからぜひとも拝見しに行くのだと息巻いていた。子供、ケイト君見てさ、素直にさ、おめでとうって気持ちある？あるよ。あるよね。羨ましい。って気持ちもある。なんか自分だったらって思ったり、自分が産んだらどうかなっていう気持ちにもなる。昔島根すごいですね。島子ちゃん絞りっ子たち集まる。絞りっ子の子はさ、娘なんだ。絞り島って双子とかさ、三つ子とあったらさ、その分出さないといけない。そうそしたら双子だと思えばいいみたいな。そうだよね、うん、いやでも、なんか出せば出すだけ出るようになるらしいから。うん、人形型の作って見てる人型ロボット。別れ際、友人たちがそれぞれの場所へ帰るのを、九段の女友達は赤ん坊を抱いて玄関先まで見送ってくれた。その時、私たちの背後から近所のおばさんたちがみんな赤ん坊の姿に微笑みをよこしていたのだった。プレッシャーじゃない。プレッシャーじゃない。プレッシャーは。本当はおかしくてさ。